スレッドミル用ねじ切り加工プログラム作成ソフト、スレッドプロの操作方法を説明します。スレッドプロを使うと、誰でも簡単に工具の選定や NC プログラムを作成できます。OSG ウェブサイトより無料で使えます。初回アクセス時は、制約書が表示されます。内容を確認し、言語、 移住国を選択し同意するボタンをクリックしてください次に加工したいネジサイズを選択しますネジの種類を選択目ネジ・おネジを選択右ネジ・左ネジを選択そしてネジの予備とピッチを選択します ネジの種類、メートルを選択時に、希望するピッチが表示されないことがあります。その際は、ネジの種類においてカスタムを選択してください。ネジ立て長さは、任意の値を入力してください。入力しましたら、次へをクリック。設定した条件に該当する工具が表示されます。 表示されている工具の中から使用する工具を選択し次へをクリック。秘作材を選択してください。切削条件が自動入力されます。選択した秘作材が工具の対象秘作材ではありません。と表示された場合は工具選択画面に戻り再度工具選択をお願いします。 内容を確認し次へをクリックこちらの画面では CNC タイプの項目を選択し実行をクリック完成したプログラムをダウンロードします出力結果にて刃先基準を選択した場合 工具系補正値が必要になりますその目安となるのが RPRG 値ですスレッドミルの段取りを行う際にご利用くださいスレッドプロの操作方法の説明は以上となります